で、あとはまあ、そうですね。一応2には、裏座があって、土管の上なんですけども、壁を抜けると、マイナス3面だったか2面だったかに行けるんです。で、さらに、壁を通り抜けてから右に行くと、この1に行きますが、普通だったら、2の1、3の1、4の1なんですけど、この1には行けないんですけども、それだと行けます。まあ、それぐらいですかね。あと、どうやって最初クリアしたのかというのは、正直はまあ、覚えていませんね。4の1、4の1を置いて、4の2は細いところがあるんですけども、そこは焦っちゃいけないので、音を消したり、消すと焦らないというようなことを聞いたことがあるんですが、あと4の2からワープして8の1に行って、それでクリアするという感じですね。